はい、えー、こんにちは。こんばんは。えー、テナント役当番をやっております。チャレンジスペースの梶谷です、えー。今日はですね、えー、テナント募集業務、テナントリーシングの流れの十五回目になります、えーと。昨日まではですね、もうずっと数回にわたって、というか、十回以上ですかね。えー、テナント募集条件における、えー、基本の四項目。まあ、当初三項目って言ってたんですけど、一個追加して四、えー、項目をやりました。一つは。えー 賃料とか月々のの収入項目の設定です、ね、で2つ目はですね、えー、保証金や敷金,金など、まあ、初期費用とか、まあ、一時金としてをー,ーさんが収入となる、えー、金銭的な条件についてお話し,しましたで3番目はですね今度金銭的な条件以外の,あの物件として、えー、どういう状態で貸すかどういう状態で返してもらうかあの要は現状回復についてどういうふうにまあ 募集の段階で募集条件として考えていくかというお話をしました。で4つ目はですねあの先前回までお話ししたんですけれども契約形態についてお話ししました。で、まあ、あの平成12年に定期借家契約が、えー、使えるようになってから、まあ、主に長期の契約では定期借家、えー、これまでの更新のできる普通借家契約と、えー、更新がなくて契約期間で満了で、えー テランスさんに出てってもらえる定期借家契約というこの2つがですね、まあ、あの選択できるようになったというお話をしました。はい、で今日はですねあの、まあ、あのこの、まあ、どんな物件でもこの4つは、えー、基本的には考えなきゃいけないと思って基本4項目にしたんですけれどもそれ以外に、まあ、あの募集時とかですねあとは募集時にはあの考えてなかったけれども 申し込みが入ったテナントさんからまあ契約前に条件交渉の段階で、えー、条件が入ってくるなんていう時に、えー、よく出てくるような、えー、項目をいくつかまあ今日からちょっといくつか追加でお話していきたいなというふうに思っております。本日はその、えー、一つ目として、えー、フリーレントということを、えー、について、えー、お話したいと思います。あのまあ最近はまああの事業用物件あのオフィスとかあの店舗では えー、よくオーナーさんも耳にされるんじゃないかなというふうに思いますし、まあえー、これから借り、えー、る人出店する人、えー、店舗会社さんとかも、えー、フリーレントってことは結構もうだいぶオーナーさんにとってはあんまりいい言葉じゃないのかもしれないんですけれども、まあ、だいぶもう借りる方の間,の,の間でも浸透してきてるんじゃないかなというふうに思います。 で住宅はですね、えー、では、えー、どういうふうになっているかというのはちょっと私、あんまりわからないんですけれども、ひょっとしたらもう住宅でもフリーレントっていう言葉は、えー、知ってる方は、えー、使ってる方は使ってるのかもしれないですよね。で、えーまあ、あのここでは、まあ、あくまでも、えー、テナント物件と。 えー、店舗とか事務所に、えー、限定してちょっとお話してみたいなというふうに思います、あのー、今日なんであのフリーレントについてお話ししようかなって思ったかっていいますと、まああのー、前回、あのー、募集条件4項目基本の4項目が話し終わって次、えー、何話そうかなって考えた時にですねあのふと思ったのがあの結構これフリーレントっていう言葉をですねまああのー、オーナーさんから聞かれる ことがあるんですよ、ね、まああのテナントさんから、えー、要は申し込みが入ってで申し込み書の中にフリーレント1ヶ月フリーレント2ヶ月希望みたいなの書いてあるわけですよでそれをオーナーさんにお見せして、まあ、当初募集条件ではフリーレントを設定してないケースですねで、えー、でオーナーさんの方からこれフリーレントって何っていうケースがよく聞かれることがありました あのフリーレントっていう言葉はですねこれカタカナでもともと英語ですよねですからまああの外国おそらくアメリカから入ってきた最初入ってきた概念じゃないかなというふうに思うんですけれどもまあ要はフリーレント賃料をまあ無料にするということですよねまあずっと賃料を無料にするというわけでは当然なくてまあ要は最初の何ヶ月間例えばですねをサービスで賃料を無料にしてあげると。 いいうううことににそういう意味になりますあのテナント物件ではなくて、まあ、住宅で考えてみると住宅の場合は、まあ、お引越しっていうんですか賃貸住宅に住む、えー、きっかけっていうのは、まあ、就職とかあとは転勤とか、えー、転職とかねいうことで、まあ、お給料の,、まあ、あの賃料を払うあのお給料の裏付け、えーましえー、会社さんだったらひょっとしたら会社が借り上げっていうことだって ああとは賃料補助っていうのもあったり要はその借りる住宅の、えー、と賃貸住宅のお金を払う何ていうのかな裏付けがあって住宅を探すケースがあるんで、まあ、そこまでフリーレントをつけてくれっていうご要望は、まあ、住宅ではそんなに私の経験ではですねそんなにそのまあ必要性っていうのが少ないのかなとは思うんですよね。あの一方あの事業用のテナント物件では、まあ これから借りるその物件で、えー、そ,のそこの借りた物件の賃料を賄っていくための商売をしていくっていうのは、まあ、基本になると思いますんで、まあ、ある程度の大きな、ね、会社さんが支店とか営業所とかあとチェーン店さんが店舗で、えー、やっていくというようなケースであったとしても、まあ、不倫ットのご要望入ることはありますけれど多いですけれどもただあのまあ,あのそんなようなまあ 体力のある会社さんんばっかではありませんので、ね、あの普通の、えー、これから、えー、店舗を開業されたいとか新しく会社をここで設立されたいとか、まあ、新たな地域で事業展開をしていきたいなんていう会社さんになりますとやはりその借りた店舗の賃料をこれからそこで借りた後そこで稼いでいかなきゃいけないんでやはりその支出に対してはやっぱりシビアに。 えー、特に出店の時の交渉ではシビアに、えー、なられるケースってやっぱり多いと思います。あのテナントさんがですねあのフリーレントを、まあ、そうやって求めてこられる時の理由としては、まあ、大きくは2つ、えー、あると思います。で1つはでですね、まあえー、店舗でしたらやっぱり 借りてから今度内装工事をやってで内装工事が終わったと今度はえスタッフを採用してスタッフの訓練をしたりとかしてやっぱり開業までに数ヶ月かかるわけですよね。そっとその開店するまでの数ヶ月の間っていうのはやっぱりお金は1円も入ってこないわけですからその期間え何とかフリーレントにしてもらえれば非常に助かるというケースがあります。2点目としてはですねあの要は要、えー 特に新規で、えー、お店を出される方とか新規でお仕事をされる方とかあとはまあ大きな会社さんでも、えー、要は新しい事業をやるために物件を借りるっていうような会社さんではそのまあ開店準備だけじゃなくてねその後事業が軌道に乗るまでやっぱりある程度時間がかかるということで、えー、できるだけフリーレンドが欲しいというご要望そういう意味でのご要望そういう意味も含めたご要望が入るケースもあるんじゃないかなというふうに思います。 それでまあ今度まあオーナーさんの立場からするとまあフリーレントについてまああの募集の段階で全くそれはまあ把握していなくてえテランスさんから入居申し込みが入ってそこに要望としてフリーレントが入っていて初めて検討するというパターンとあとはまあえとご自身もしくはあの不動産屋さんからの提案でまああのいろんなことを考えた時に募集条件としてフリーレントっていうことを条件として 一、まあ、つのサービス項目として入れて、まあ、PR 項目として入れとこうという、まあ、戦略的にフリーレントを使われているオーナーさんってまああのー、それをどういうふうに、あのー、その二つがあのやり方っていうか、まあ、その二つのパターンがあるんですけれどもそこをどうやって自分の、えー、ご自身の物件では、えー、考えていったらいいのか、えー、チョイスしていったらいいのか、まあ、選択していったらいいのかっていうようなことなんですけれども。 あのまあ、自信のある、ねえー、物件であれば別にフリーレント設定しなくても、まあえー、いつか決まりますし、えー、賃料交渉っていうのは入らないで決まるっていうケースが多いと思いますんでねそれはそれでも全然問題ないと思うんですけどもそのやはり、えー、物件にですね何らか立地とかですね築年数とか、まあ、設備とか、まあ、いろんな意味で、えー、少し何、えー、て言うのかな、えー 不安要素っていうか、まあ、あのライバル物件と比べてね、もしくはあとはその立地におけるそのスペックの物件のニーズっていうんですかね、その用途の物件のニーズっていうのがえ少しちょっと弱いかなっていう場合はフリーレントっていうのを一つ考えてみるのがいいことなのかなというふうに思います。えっと前回その募集条件の基本項目のお話の最初確か賃料の時にお話ししたんじゃないかなと思うんですけれども、やはりその 募集条件を考えるにあたってやっぱり一番大事なのはそのまあ契約期間まあ,あ,のあとはどのぐらい貸すかっていうまあその貸している期間の間トータルでまあいくらねオーナーさんとしては欲しいのかまあもしくはまあそこまで考え,てない考えられないっていうんであれば例えば月々えいくら欲しいのかというようなことをまあ。 え考えるってことがまあ募集条件を考えるにあたって大切ですよっていうようなお話をえさせていただいたと思うんですけどもこのフリーレントのことを考えフリーレントっていうことを検討するにあたってはやっぱりある程度の期間の中でえいくら収益を上げたいかっていうことを考えることによってフリーレントをどうしていくかっていうのがまあ決めやすいんですよね投資物物件件ととしててを運用さされているようなまあ法人のオーナーナんとかね。 投資家のののの方いいううはこのフリーレントっていうのをまあ積極的に活用してますそれであの今お話ししたみたいにこの何年間でトータルでいくら稼ぎたいとだからフリーレント出してもいいんだよとでフリーレントを出すことによって早く決まるんだったら空室期間がそれだけ少なくなるんで空室期間はやっぱりえいくえもう賃料とかもう収入はゼロになりますんでね。 フリーレントと空室期間どっち取るんだっていうことでフリーレントを取るってそういう考え方なんですよ、ね、結局そのまあいろんなオーナーさんビルオーナーさんとお話ししていまして、まあ、あの特にこの事業用物件っていうのはねあの特に、まあ、その中でもオフィスなんていうのはそのテナント営業がやっぱり景気に左右されてくるっていう部分がすごくありますしまあ店舗の場合はね本当にあの 立地いいうのがすすごく大きいんですけれどもただまあ、えー、テナント物件事業用物件共通してるのは非常にやっぱりその景気に左右されるっていう部分がやっぱり内ややってありますそれはその空室のことだけじゃなくて、まあ、賃料とかですねいうことも含め条件的な部分も含めてですね あのいろんなオーナーさんビルオーナーさんとお話ししていますと、まあ、あの一緒にお仕事をさせていただいていく中でね何て言うのかなやはりその常に物件が、えー、に空室がまあ少ない空室がないもしくは空室が少ないっていうようなビル建物オーナーさんっていうのはねやっぱ考え方としてはやっぱり一つね共通している部分が、えーまあ、持ってらっしゃる信念っていうんですかね。えー あるんですよねでそれは何かっていうとその賃貸経営においてはこれはもう住宅においてもなんですけどまあオーナーさん大体住宅も持ってらっしゃいますんでね賃貸住宅もねそうするとね,あのねやっぱりそういうオーナーさんがね必ず言われるのは賃貸物件は開けといちゃう全く意味がないで開けてたら収入がゼロですからねっていうことで、ね、よく言われます。もちろんその賃貸物件を、ねえー、運営していくためには 税金とかさまざまな経費がね管理費運営費がかかりますんでまあそれをペイできないほどまああのサービスをするってことは故障に応じる必要はまあないとは思うんですけれどもただいずれにしてもですねその,その区画がですねえ入居者がいないってことは収入がゼロになりますんでそこをやっぱりどれだけ意識されてらっしゃるかっていうのがやはりその結局そのテナント営業っていうのは あの間にいくら不動産屋がですねえ頑張ってもあといいアイデア出しても決断して実行するための合算に出すのはあの物件オーナーさんになりますんでねその要はオーナーさんがですねあのいかにその収入がゼロになるってことをね避けてまああのできるだけまあ希望に近い条件でね貸し出せればそれに越したことはないんですけれどもその意識ですよねその部分が非常にあのまあ、えー マイスケアをされていらっしゃるとか、ああそれに近い賃貸経アをされていらっしゃるオーナーさんにはその意識が非常に強いんじゃないかなというふうに、えー、いつも感じております。あのー、このフリーレントについてもですね、まあ話すとまあいろんなことが出てくるんですけれども、まああのー、オーナーさんにとってもね、まあいろんな思いがあると思うんですよ。ただまあこのあくまでもフリーレントっていうのは 賃料をフリーにするっていうお話なんであくまでも賃料ってお金の話なんでお金の話なんでちょっとここはドライに考えてみるってことが大事なのかなというふうに思うんですよね。であの、まあ、これをちょっと考えていただくとあなるほどっていうふうに思っていただく話があるんで、まあ、最後に一つだけさせていただきます結局その、えー、フリーレントの期たい、ねえー、何ヶ月にす。るか っていうようよな話あとは今日は関係ないですけど賃料の減額交渉をどのぐらい飲んであげるかとか、まあ、そういうのはねあのケースバイケースなんでねここで詳しくお話しすることではないと思いますんで割愛しますけれども、まあ、あの一つお話ししたかったこととしてはあの要はねフリーレントをつけるっていうことは何かっていうとその確かにその例えばフリーレントを 二ヶ月つけるとするじゃないですか、まあ、それに合意して、そうすると、えー、例えば、えー、今日が七月の末ですから、八月一日から、まああのー、の契約でね。えー、始めて二ヶ月つけるってことは、八月と九月が賃料なしで、八、えー、月、九月が十月分から賃料、九、まあ、月の末から賃料が入ってくるって形になりますよね。そうすると、まあ、確かに二ヶ月は、えー、賃料が取れないんですけれども。 ただフリーレントを付けた契約をするということは、まあ、契約をするわけですから確実に8910月分からは賃料が入ってくるっていう約束を契約書を買わせるってことになるわけですよね。ただそれをその、まあ、あの入居申し込みの段階でテナントが、まあ、フリーレントをつけてくれるんだったら入居しますよってことでで,でもそれは嫌だよと言ったら、まあ、テナントは、えー、まあ 契約しなかったとしますよね。そうすると、その8月分、9月分まあ、向こうが要求してた。フリー伝統の分はまあ,あの賃料が入らないだけじゃなくて、10月以降も入る可能性がまあなくなっちゃうっていうことですよね。ですから、あのまあそれまでにね。あの求めている条件で。 フリーレントとかつけない条件で、まあ、他の入居者が決まればいいんですけれども、まあ、そういった部分ですよねだからまあオプションみたいなもんですよね。あのなんていうのかな、まあ、誤解ないようにね、まあ、お話ししますとどっちかっていうとねフリーレントの話を、まあ、知らない方は知らなかったってだけなんだと思うんですけれども知ってても要は何ていうのかななんかやっぱフリーレント自体が嫌だというオーナーさんがもう 何人かやっっぱりいいらししゃいましたねあのちょっとやっぱ感情的にやっぱ嫌だというお野さんもいらっしゃいましたただあくまでもフリーデントっていうのは賃料,のお賃料をちょっと最初、まあ、サービスするっていうお話になるんであくまでまあ普通の商売でん、まあ、だろうな、えー、と継続的に何かを取り引きするようなもの、まあ、を買うときに最初の、まあえー、2つをサービスであげるとかまあ 決してその賃料って安いもんじゃないんでね、えー、軽々しくは言えないんですけれどもあくまでもその商売の金銭的な一つのサービスっていう形でドライに、えー、ご自身の、まあ、賃貸経営の、まあ、数字を弾いていく中で、ね、ドライに決められるっていうことがあの商売の一つの道具としてね、えー、いいんじゃないかなというふうに思います。あの最後に、まあ、フリーレントをした時の実務的な、ね、話ですけれども 一般的にはですねまずフリーレントをつけたら最初のまあ普通借家契約だったらあの例えば、えー、事業用だったら2年とか3年とかありますよねその最初の契約期間に解約をしたらそのフリーレント分は、えー、後で借金とし、えー、返してもらいますよというような特約をつけることが、まあ、一般的ですですからから、あのー、そう考えるとね、まあ、どういうことかっていうと、まあ、契約期間の中でトータルで例えば2年 2年契約だとしますよ、ね、で2年だと24か月なんで2か月フリーデントだったらその2年間の中で2 4ス2の22か月分かける賃料のトータルで、まあえー、収益が成り立つという 株残余が立つんであればまあフリーレント OK だなと商売的にありだなというような判断が成り立つんだと思うんです、ね、そうですねまあこれはオーナーさんの方でまあ初めてフリーレントされる方でご心配な方いらっしゃるんであのいつもまあ契約書にちゃんと書きますよってことでご説明しているのは基本的にはその実費ですね光熱,熱水費とかの実費とかあとはえまあ教育費まあ教育費までフリーレントにするっていうケースもえーありましたけれども 教育費、管理費はちゃんと払ってくださいねというケースも結構多いです。ですからそこら辺はですねあの実費とかです、ね、教育費、管理費というのはきちっといただくということは可能ですし逆にそのテナントさん側からするとあもうそれはもう当然そうしますよと賃料だけフリーレントにしていただければ非常に助かりますというようなケースもあります。あ,ありまますすいいいうううかそにうううに皆さんおっしゃいますでです、ねまあ、最後に、まああの このぐらいまでフリーレントつけるところがあるんだよっていうまあ打足のお話なんですけども結構そのまあ新築で作ってまあ入居者を入居者付けしてそれを転売されるようなえ投資家さんですよねもしくはあとは中古でビルとかえ賃貸物件を買ってリノベーションして全部入居付けしてでそれを投資物件としてまた転売するような。 投資家さんなんていうのはそのまあ転売する時点でえやっぱり満室になってればやはりその転売価格っていうのはやっぱり高く設定できるんで。ということでその自分たちが購入してでその後え要は転売する前に入居付けしますよねその時の入居付けのフリーレントがものすごい多いっていうケースが <laughs>。 えー、時々見ます、まあそれはね、まああのー、ちょっと、あのー、今私がお手伝いしてる、あのー、オーナーさんとかには参考にならない話、えー、だとは思うんですけれどもあのー、まああのー、フリーレントっていうとね、まあ、まあ私が逆の立場でオーナーさんだったとしたら、まあ、そういうふうに不動産屋からフリーレントをつけたらどうですかなんて言われたらねおい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 。 あの賃料が減っちゃうんだよ。減っちゃって困るの俺なんだよって気持ちになると思うんですね。僕も最初知らないで言われたらね。ただまああのー、要は？例えばなかなかえー。空室が埋まらないっていう時にね。そのまあ一般的には結構。まあ、賃貸住宅とかオフィスとかでもですね。不動産屋さんからまあ、こういう新しい設備つけたら、またライバルの物件と比べてね。 あの競争力できますよなんて言ってあの進められるケースあると思うんですよねただそれをするためには今度はあの新たにお金が必要になりますよねでえとリニューアルとかリノベーションなんて大掛かりになってくると今度は借り入れをしてやんなきゃいけなく資金調達してやんなきゃいけないようになってくることもありますよね。でそれに比べてこのフリーレントっていうのは確かにそのえ要は収入がまあ持ち出しはないけども収入は 減るけれどもただ持ち出しがないわけですね大きな持ち出しがないわけですよねそういった意味での、まあ、メリットも、ね、あるのかなということであの特にです、ねまあ、あの最初にお話ししたみたいに事業用のテナント物件ではです、ね、もう今本当にそのなんていうのかな、あのー、借りる側の方がです、ね、特にこういう時期、まあ、あのー 物件がの種類とかスペックにもよりますけれどもね、えー、物件供給側の方が多くなってくるような時期ではですね仮にさんの方からフリーレントっていうことを、まあえー、条件で物件を探してこられる方も結構いらっしゃいますしで昨今はですね、あのー、不動産の何、えー、て言うのかなポータルサイトでも多分そうだと思うんですけども、あのー、要は ありましたねあの,あのね我々は物件を、あのー、物件募集する時にあのポータルサイトに物件を登録するじゃないですかその時にフリーレントの項目があるんですよ。ということは裏返すとお客さんからするとフリーレントのがある物件だけ探すっていう、えー、こともやられてる方結構いると思うんですよ実際。ですからまああのー、そうするとねまああのー。 何が言いたいかっていうとまあオーナーさんばっか大変なっちゃってるようにまあ感じに見えますけれどもね今度は逆にその募集今まではね入居申し込みまあ募集条件決めて募集をしてそれで今度内覧があってで,でそこで気に入ったテナントさんが入居申し込みを入れてきた段階で初めてフリーレントっていうのが書いてあってフリーレントのことを意識するケースが多かったと思うんですよ。そうじゃなくて 募集,の募集条件を決める段階でテナントさんにまだ物件の情報を見せる前の段階でフリーレントのことも含めた、えー、要は契約期間トータルでの、まあ、賃貸経営賃料総額のことを検討した上でその募集条件を決める要はあの募集においての、ね、一つの武器としてね最初からそのフリーレントを考えて募集条件を決めていくっていうのも、まあ、あの今後は、えー、一つの大きな、えー ポイントになってくるのかなというふうに思いましてお話をさせていただきました。はい、えー、今日も聞いてくださりましてありがとうございました。失礼いたします。